こんにちは、ホワイト食品の名取です。今日はあんかけ料理の紹介をしていきたいと思います。中華風ケチャップあんかけの紹介になります。用意するものは、ミックスベジタブル、こちらコップ半分ぐらいの量です。でこちらがケチャップ大さじ2、砂糖大さじ2、醤油小さじ1、中華スープの素小さじ1を混ぜたものです。でこちらが水溶き片栗粉を小さじ1に対して小さじ2の水を入れて溶かしたものです。はい、では実際に調理を始めていきます。まずは鍋を、はい、火入れて中身、さっきのですね、調味料等々を混ぜ合わせたものを、そしてミックスベジタブルも開けていきます。温まってきましたら、水溶き片栗粉を、ちょっとずつ流していきます。で混ぜていきます。もともととろみがあるので、そんなに入れなくてもいいと思いますので、様子見ながらですね、ちょっとずつ混ぜていってください。あんにとろみがついてきたので完成です。作ったあんを唐揚げに、かけました。唐揚げの中華風あんかけになります。ではいただきます。美味しく仕上がっております。甘い味付けなのでお子さんとかですね、非常に美味しく食べれるのではないでしょうか。今日の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。